はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、今11月6日日曜日夜9時半なんですけど、今ちょっと大学の製図の課題をやってまして、で、土曜の夜、友達とバイトの後ご飯食べに行って、で、その後帰って、オールして製図やってたんですけど、さすがにもうちょっとめんどくさくなって、嫌気じゃないけど、気分転換にちょっとブックオフ行ってきて、そしたら、この、トミカミュージアム、レースカー館のやつが、結構安かったんですよね。ちょっと1台だけ買ってきたので、ちょっとこれだけ開封したいなと思います。はい、まあ箱はこんな感じですね。はい、こういうやつです。はい、で、アクションがサスペンションと左右ドア開閉です。はい、こんな感じのやつですね。はい、ということで今回は、こちらのトミカミュージアムレースカー館の三菱ランサターボを開封しました。ご視聴ありがとうございました。